皆さん、こんにちは。KJ ラジオへようこそ。K です。J です。私たちは、日本の文化や生活のことをラジオ会話のようにお届けしたいと思います。そして最後に、お役に立つ言葉をワンポイントコーナーでご紹介します。楽しく一緒に日本語を学びましょう。今日もよろしくお願いします。さあ、始めましょう。今日は2022年1月13日、木曜日です。皆さん、お元気ですか？今日は北海道札幌グルメのお話をお届けします。まず、現在の札幌の気温はマイナス3度です。息も凍る寒さですね。そうですね。北海道のジンギスカン鍋をご紹介します。ジンギスカンはモンゴルの初代皇帝です。はい。でも発音が日本の発音ですから、わかりませんね。皆さん、ジンギスカン鍋はご存知でしょうか？そうですね、うん、マトンやラム肉料理で、はい、お好みの野菜、うん、例えば玉ねぎ、人参、ピーマンなどと一緒に専用の鍋で焼きます。そうですね、丸い鍋、うん、真ん中が盛り上がっていますね。あの焼いた肉の脂が丸い外側に流れ落ちる。ヘルシーに食べることができますね。はい。片手に札幌ビール、香ばしい料理に囲まれ、時間を忘れますね。そうですね。今はスキーシーズンですので、スキーヤーたちにも大人気です。いっぱい有名なお店がありそうですよ。北海道のソウフードと言いますね。お好みの焼き方もありますね。うん、そうですね。先にタレにつけたお肉を焼くか。うん。それとも、お肉を焼いてから、うん、タレにつけて食べるか、お客さんの好みに合わせる。タレもそれぞれ個性的なものがあります。自分の好みを見つけて楽しいですね。そうですね。今から行きましょうか。さあ、皆さん、今日のトークはいかがでしたか？ぜひいっぱいお聞きください。では、今日のワンポイントは、好み。ご参照ください。今日のワンポイント、好み。Preference. Yes.Economy is used when we want to tell somebody what is your preference or what is your favorite, or even when you ask somebody what is your preference or what is your favorite. Okay, preference on taste, on your liking, or on your choice. Okay. Example. あなたの好みの食べ物は何ですか？What is your favorite food? お寿司です。It's sushi. ラーメンに好みのトッピングを乗せる。Put your favorite toppings on the ramen. 好みのトッピングは卵とチャーシュー。My favorite toppings are egg and チャーシュー。今度の PC は
自分の好みにカスタマイズできる。This time, you can have your PC customized to your liking. この音楽は私の好みじゃない。I don't like this music. So literally, it means this music is not my preference. この俳優さんは私の好みではありません。This actor is not my favorite. Did you learn something new today? We hope it is useful. So please subscribe to our channel. We need your support. We need you. Thank you. ありがとうございます。